皆さんこんにちは。本日は堀越御所場紹介します。堀越御所は現在の静岡県伊豆の国市にあるとよ。昔の伊豆の国倍堀越御所は鎌倉公方になろうとして下校してきた。足利政友が鎌倉に入れんかった件、伊豆の堀越にとどまって御所とした地場。千葉へ足利政友は堀越公方と呼ばれております。 正友の死後この足利茶々丸が二代目の堀越公房となったっちゃけど伊勢宗隋いわゆる北条総運によって滅ぼされて堀越御所も破却された令和4年時点では全堀越御所とされとって堀越御所の跡地であるとは断定されとらん発掘調査によって鎌倉時代の北条氏の屋敷跡に室町時代堀越御所が作られたって判明しとるこれにより国の指定史跡となったらしか 現在の全堀越御所跡地は更地になっとるっちゃけど史跡公園にするため土地の買い上げ発掘調査復元と整備が予定されている商売ご視聴くださってありがとうございます。